私は今朝の2時57分ですね。今から勝浦漁港の方に向かいます。2000以上でお買い上げ無料。ここか。はい、あ、そうなんですか。今日ないって。そうなんや。あらら、残念。あのカレンダーではやってたのにな。温泉郷はね、硫黄温泉やね。タカリン、300円ある。結構大きいな。マグロ大盛りになってますね。
でいい？うん、飲んどき。ちょ運転して。え、あれほら滝。本当だってさ、珍しいものがあると運転止まんねんな。止まった今。ほぼ興奮して。案内を終了します。これちょっと。車の所要時間は14分。から行こうか。え、あ、マジや。歩ける？しまっ。なんか大きな石が立ってるよ。謎の石。謎の石。息が綺麗。ヒエさん大丈夫？その靴。すごいね。これさ、こんだけに打たれたら死ぬ？え、死なんと思うけど、そういう死亡層もおるんちゃ。息ができへんかもからな。すごいわ。あ、今。はい、お願い事して投げ入れる。わあすごいねこれ。
すごいことになった。おお、すごいな。降りるとき撮ろうか。違うとこから降りる。それで映ってなかった、びっくりするけど。あ、嘘。どうか。あそこ行きたい。大きいやつ。どうぞ。正断閉じ。あとで調べてみよう。世界に発信、国語力。すごい見てるの。おお、なんか入れる。え、嘘、すごいね。あ、本当やん。トトロの木みたいな。いや、これ神様の。体内って書いてある。あ、だから。ママお腹の中ってことね。そのこれ神様の2で、ママこれ神様の2で、何か思って、うん、おまき、いや、エマを持って、すごいね。ねえパパ、これ神様の2。うん、そう、だから持ってたらあかんで。あ、そっちから入ってこっちから出れんの、すごいな。でかすぎ。この木ってさ、うん、何年もつんやろな。え、だから樹齢300年やな。今300年や。すごいね。中どうなっとるの？中行ったらトトロがおるんちゃん。見れ、トンネルみたいな、ね。いやだから。掘ってんの？いや、こういうふうに立っとったやろ。おお、狭いけど、よいしょ、入れる。うん、大丈夫。大丈夫、すごいね。書いてある。うん。下ガラスを曲げてるのはこっちって書いてある。あ、そうね。へえ。
で向こうから出ればいい。あ、なんか買ってるもん、すでに何買ったの？手まり餅、うん、あ、美味しそう、なんかこっちはね、乳成分だから、うん、無理やって、お米粒が残ってんの？へぇ、これ美味しそうだね、スープ奥になんか食べるとこある、だって三重県、え、和歌山、はいはい、分かった、はい、はいはい、すごい並んでるね、何する？海鮮丼高いからさ、うん、こっちお寿司が2缶で300円、300円もするの？そう、でも丼も、はいはい、やって、
から取れるんや。取れるシステムなの。ゴミ捨てれんの？わからないけど。あれ置けへんや。置けるか。ちょ誰か助けて。これだけ。ありがとう。はい。あれ昔もちょっと透き通ってたような気がする。そんな汚いんですね。あら塩がいっぱい並んでる。何これ、触ってみたいけど。ハマチやん。ハマチやん。1500円のハマチ。超大量なんだ。なんかおろせれば。お刺身いたしますか。あ、ほら。カニや。ああ。鹿児島産のカツオも。
こんな大きい。でかい。ねえ。赤ちゃん。カツオ。はい。はいだ。でかいやん。すごいね、ここ。蜂蜜漬け。これなんかこれ飲んどったような気がするな。飲んでた。あ、うん、昔。まだ何も知らない体型な少女だったと。梅ゼリーです。梅はなんか勝手に食べてもらえます。炭酸せんべいがある。食べると好き嫌いないから。社長。うめえな。魚クッションや。じゃあコンビニ寄る？わらび餅やる。あ、なんか雨止んだね。よかったよ。こんなに人多いもんな。あ、向こうの方全然ガラガラやん。
ねえ。うん。試そうもない。